グッドタック、お元気ちゃん、ブルーミオだよ。みんな元気にやってる？暑いね。あー、めっちゃ暑い。あー、ほんとやる気なくなるよね。そんな場合じゃないんだけどね、僕はね。そう、今日はまずちょっと僕の新しい T シャツの自慢。かわいいでしょ。猫がね、あの金魚を取ってるっていう T シャツ。まあそんなことはどうでもいいんだけど、今日はみんなとのコラボ企画、みんながコメントで曲タイトルを送ってくれたのを僕が曲にし、アルバムにし、みんなと一緒にアルバムを作るという企画、みんなの歌ーずの第2弾、2曲目のタイトルとして選ばれたコメントを今日発表したいと思います。でもその前にみんな1曲目、モシカンのキレ、今日全然モシカンキレ悪いんだけど、モシカンのキレ上がってて草を引いてくれたかな。たくさんあの聞いてくれてコメントをもらえてすごく嬉しくて、急遽なんと今までモノマネの曲とかはデジタル配信化してなかったんだけど、今回モシカンのキレ上がっててクソをなんとデジタル音楽配信で聴けちゃいます。イエーイ。アップルミュージックでも Spotify とか大体何でもあの聴けるから、その説明欄のとこにリンクを貼っておくね。そして今日は第2曲目を発表したいと思います。とそもそも ふざけた曲も好きだけど、もうちょっと真面目な曲も聞きたいよっていうあのコメントがちょくちょくあったのプラス、僕もちょっと真面目な曲も作りたいなって思ってたところにこんなコメントが来ました。とめゆうさんが、Hey Mr. Natch みたいな曲をアジア人の立場で作ってみてほしいですと。なるほどと思ったね。知らない人もいるかもしれないけど、ちょっと説明すると、僕のドイツでラップしてた頃の一番有名な曲が、今1700万回ぐらい再生されてるんだけど、 Hey Mr. Natch って曲で、まあこのチャンネルにも和訳バージョンをアップしたから、もしよかったら見てね。まあ要はなんだろうな、ネオナチと会話する、ネオナチにもう人種差別やめようよって訴えかけるような歌で、まあともゆうさんが言ってるのはそれの日本のバージョンみたいのを作ってもらいたいってことだと僕は、まあ、勝手に解釈しちゃってるんだけど、あとそれと同時に吉田光平さんからのコメントがあって、 Hey Mr. Japp すごく聞いてみたいですっていうコメントもあったから、今日は2曲目にこの2つのコメントをもうガチャって合体させちゃって、ヘイミスターナッチの日本バージョンを作ろうかと思う。まあヘイミスタージャップ、まあ、ジャップは意外と、まあ、日本人への差別用具だから、ミスターヘイミスタージャパンとかにするかも分かんないけど、そう結構自分の中ではハードル高いんだけど、あのうまくまとめられるようにしたいと思います。まあ、実際日本ではもちろん僕日本人だから人種差別は経験はしてないんだけど、日本でやっぱりその人種差別へのそもそものなんか意識がちょっと低いのかなって感じるところもあって、なんかうまくそれを一曲にまとめることができたらいいなって今思ってて、だから本当は先週、まあ、1週間ごとに曲アップしようってことになってたんだけど、まあ、今回の曲はもうちょっとちゃんと作りたいなと思って、まあ、歌詞はもう結構出来上がってきてるんだけど、まあ、ちゃんと録音して、でちょっとしたミュージックビデオ、あの Hey Mr. Natch に似せたミュージックビデオを日本語バージョンで作ってみたいなって思ってて、なので今回は今日は曲はアップせずに来週の金曜日にアップします。そこで、もう一回みんなに協力してほしいことがあって、日本であらゆる差別を受けたことがある人、外国人、まあ、もちろんハーフの方もそうだし、在日の方、障害者の方、あるいはまあ同性愛者の方、普通のいじめだってそうだよね、お前は太ってるからこうだ、貧乏だからこうだ、あらゆる差別を受けたことがある方のどういう具体的に差別を受けたとか、どういうことを言われたっていう経験を僕のじゃあ Twitter あるいはインスタの DM に送ってください。それはなぜかというと、
まあ、個人的に感じてるんだけど、そういう人の声があまり世間に届いてないと思うから、この歌を通してどうにかその声を届けることができたらいいなと思ってて、もちろんその名前とか伏せていいし、匿名でもいいし、もちろん別に本名を出してもいいんだけど、と、まあ、年と性別とか、まあ、簡単な自分の説明と一緒に、その経験あるいはその言われた傷ついた言葉とかを僕にシェアしてもらったら、嬉しいです。お願いします。あともう一つ、まあ、アルバムタイトルみんなの歌ーズ、そのジャケアルバムのジャケのデザインも、まあ、いくつかもういろんな可愛いやつを送ってもらってるんだけど、デザインとかそういうものが得意な人はぜひご応募ください。あとまだ曲タイトルも全然どんどんくださいって感じなんで、このビデオの下にもたくさん新しい曲タイトルを送ってください。みんなの曲タイトルとか応援のコメントとかいつもすごい勇気になってるから、どんどん送ってもらえると嬉しいし、モチベーションも上がるし、軽い気持ちで始めた企画だけど、なんかみんなの愛がすごい伝わってきてるから、本当にちゃんとした作品、なんか別に自分がちゃんと作ったアルバムにおっとりを取らないようなクオリティで作っていきたいから、みんな一緒に頑張ろうね。みんなの歌ーず、えいえいおおオッケー、バイバイキーン。